プロで15年サイドバックやってきた僕が大事にしてたアジリティトレーニング、たった4種類なので説明していきます。サッカーのステップですね。アジリティトレーニングをやってないとルーズボール、やっぱ相手に渡ってしまう。守備の時ステップが悪いと簡単に抜かれてしまう。ボール持ってる時はうまくいかないとやっぱ抜けないし、けど4種目覚えるだけでかなり良くなるので、ぜひ最後まで見てみてください。今日はラダーを使ってやりますけど、ない人、こういうマーカー、マーカーを使って、まあ大体足が1個入るぐらい、石ころでもいいし、木の枝でもいいし、何か目印になるものを置いてって、そこにあるものを使ってやれます。一つ目簡単、一歩足入れるだけね。はい、一歩 OK、簡単でしょ。この時に注意するポイントがあって、まず姿勢ね、しっかり上げる、下ばっかり見ない。できるなら前を見て、この関節視野でこのラダーの見る、でしっかり腕を振る。やっぱこれじゃ走れない。じゃあ腕を振ることで速く走ることもできるし、もうこれだけシンプル。かかとつかないね、やっぱかかとつくと遅くなってしまうんで、かかとをつかない。ダメなパターンはもうやっぱりここだけ速くしようとして、こうやって最初はゆっくりでもいいので前を見て徐々に速くしていくこと、やっぱ試合中のステップ速いんで、これをもうできるか。この正面のやつが基本的にまずベースとなってくるので、この型をしっかり覚えてほしい。2つ目はサイドね、サイドに入れていくと。わかるかな、中に2本入れて外に、今見てもらった通り外でつくのは1個ね、で中で2本つく、この時もしっかり腕振らないと、試合中の時もこの腕を使ってこの連動してるんだよね、体は。よく見るのがここ早くしようとして、こうやっているの、手、それではもう足だけのステップで限界があるし、パワーも出ない。あとね、やっぱ力入っちゃうんだよね、上半身が変な風だから。こういう人もいるそう、だからこれもダメね。リラックスしてしっかり腕を振るっていう、そこを意識する。で重心のところ、まあ、白い線があるんで、できるだけここの上に重心があること。悪い例ね、悪い例、こっちに行きたいからこうやっちゃうとこっちに行くのが遅くなっちゃう、こうやって。でもやっちゃいそう。そう、例えば試合中でこっちから相手に逆取られたってなるとこれが遅くなっちゃうね、なので常に真ん中、そうすれば絶対こうやって早くできるから、OK、早くできるっていう作業をやって頭の中に覚えて、そのさらやっぱ試合中の時にそれが出るから、このステップが、じゃあ今2種目目なんだけど、僕の場合後ろ向きもやるんで2の2、この後ろ向きね、これで同じように OK。 サッカーの試合中ってこうやってディフェンスの時ね、この後ろに行くっていう動作が1対1の時とかこうやって、まあ体を前向きに走ってるんだけど、この後ろに下がらなきゃいけない、この間合いというか、測らなきゃいけない時があるので、前にやることとこの後ろに行くっていう、じゃあ3つ目、このラダーに近い方の足入れてたじゃん、じゃなくて今度遠い方の足を1歩だけ入れる、1歩入れて外で2歩。ああ、なるほど、足をクロスさせる。そう、こういうことね。OK、やっぱりこのまま走る時もあるけど、こっちの足をこうやって持っていく時があるので、やっぱこの動作ね、守備の時とか、まあ、ドリブルもそうだよね、これボールをこうやって持ち出すとか、これも一緒ね、しっかり腕振る、腕振って前を向いて重心真ん中で、重心真ん中でやる。これも3の2ね、後ろ向きね、後ろ向きで引きる。すごい、めっちゃ疲れるっすか。いや、疲れるね。やっぱ 100% で早くやらないと意味ないから。あ、そっか、まずはでもそのステップ、姿勢を覚えていくことが、慣れてきたら 100% で、ラスト4種目目、一歩入れる、下がる、2歩、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これは主に守備の時だね。こうやって守備は対応しない、必ずどっちかの足が前に出て対応することになるので、切り返された時とかにこうやって行けるように、こうやってまずこの足のステップをまず体に覚えさせる、こうならないようにね、こうじゃないから、
こっち入ったらこっちの足も行きたくなった、うんうんうん、これじゃ試合中飛び込んじゃうから、はい、あ、なるほど、やられちゃう。できれば体は正面で、あ、体は正面なんですね。そう、体正面で、そう、これ速くなれば絶対1対1取れる。で、こっちやったら今度反対側から後ろ向きになっちゃうけど2パターン、はい、これをマスターすればディフェンスは抜かれない。俺が保証する、はい、大体これどれくらいやったらいいのって、はい、1個の種目を3回ぐらい連続でね、10本とかやってもダラダラしちゃうだけなんで、はい、もうキュッと、サッカーも一瞬だから、はい、その一瞬を強くなるために継続するんなら1日1回やるとかでもいい、この4種目をね、うんうん、その代わりやることやるときは 100%、はい、短期集中型で短くパッとやればいいと思います。この4種目だけ僕は高校生からやってステップワークを身につけてプロ選手になって守備の時に自信持って1対1の対応とかできるようになったので、はい、今からでも全然遅くないから極めてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。